こんばんは、高瀬俊介です。動画をご視聴いただき、ありがとうございます。コメントやいいねボタンを教えてくださっている方、いつも本当にありがとうございます。今回のテーマは、あの人が感じているあなたとの心の距離ということで、えー、あなたが今気になっているお相手の方は、今どれくらいですね、まああなたと心の距離が縮まっていると感じていらっしゃるのかというところを見ていきたいというふうに思います。 今回も3択リーディングということでカードを3種類ご用意させていただきました。左から A、B、C とさせていただきましてこの中からお好きなカードを1つお選びください。複数のカードで迷われている場合は最初にこれだと思った方をお選びいただいた方がいいかと思います。それではカードを選べていただく時間10秒ほど取りたいと思います。 カードをお選びいただけましたでしょうかそれではまずはじめにこちらの A をお選びいただいた方からリーディングしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それではまずはじめに A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回のテーマは あの人が感じているあなたとの心の距離ということで、えー、あなたが今気になっているお相手の方がですね、まあ、感じているあなたとの距離が、まあどれくらいなのか、まあ、どれくらい縮まっているのかというふうに感じていらっしゃるのかというところを見ていきたいと思います。えー、今回、えー、こちらのカードがですね、えー、お相手の方がまあ感じているあなたとのですね、まあ、心の距離についてを表してくれているカードとなっております。 でまずはじめにですね、まあ、今回出たカードをまあ見させていただいたところといたしましては、まあ、お相手の方としてはですね、えー、今あなたとのですね、まあ、心の距離がまあどん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 こう縮まっているというふうにですね、感じていらっしゃるのではないかなというふうに思います。 まあその縮まっているからこそ、まあ、あなたとのですね、まあ、今後の関係性であるとか、まあ、未来についてもこう明るい未来をですね、まあ、考えていらっしゃるのではないかなというふうに思いますので、それぞれのカードを見ながらお伝えしていけたらなというふうに思います。 えまずはじめにですね、こちらのカードから見ていきたいと思うんですが、こちらのカードはですね、実行に移すということで、こう何かこう行動を起こすであるとか、まああとはですね、まあ実行に移すということから、まあ前進していくということもですね、えー、まあ歩み始めるということも表したりもするんですが、まあひとまずこう前にこうどん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 こう進んでいきたいというような、まあそういった気持ちを表しているカードとなっております。まあこのカードが出ているということは、まあ、お相手の方としてもですね、あなた との距離が、こう、どん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 、こう、縮まっていっているっていうふうにですね、こう、感じていらっしゃる。まあ、すごく、こう、仲としても、お、まあ、いい感じになってきているんじゃないかというふうにですね、感じていらっしゃるのではないかなというふうに思います。まあ、そういった形で、まあ、心の距離が、縮まってきていると同時に、その、さらにですね、まあ、二人の関係というものを、こう、発展させていくためのですね。何か、こう、行動というものを起こしたいというふうにもですね、思っていらっしゃるのではないかなというふうに思います。例えば。 ああ、二人に,に,になるためのですね、こう時間を作ることであるとか、何かこうデートのお誘いであるとか、またはあ何かこう自分の気持ちを伝えるというアクションですね。まあ告白のようなものを、まあしていきたいんだっていうふうにもこう考えていらっしゃるのではないかなというふうに思いますので、まあ心の距離としては非常にこう縮まってきているというふうにこう感じていらっしゃるというところから、まあそれを何かこう、まあ、形とするべくですね、えー、まあ行動ということについても何かこう実行 に移していいきたいと、まあ、そういうふうにですね、まあ思っていらっしゃるのではないかなというふうに思います。 なのでまあお相手の方としてはあなたとの心の距離というものが、まあ、非常に縮まってきているというふうにですねまあ感じていらっしゃるというところですねでそれを踏まえてですねその真ん中のカードを見ていくんですがこちらのカードはですね今回逆位置で出ております元々ですねこのカードを正位一であれば、まあ、喪失感ということで何かをこう失うであるとか、まあ、あとは行き詰まりっていうことをですね、まあ、表したりもするんですが今回そいう逆位置で出ておりますと何かこう苦しい 状況から何か希望の光が見えるであるとか、あとはですね。ま魂のま本当の目的に気づくっていうことをですね。ま表すカードでもあります。まこのことからですね。まお相手の方としては、今までなぜあなたとの時間をま作るようにしてたのか。なぜあなたにこう会いたくなるんだろうか。ま、そういった。そのあなたにこう会いたくなる理由というものが、どこかこうぼんやりとしていたところがあったのかもしれないんですが。あ、あなたのことが。 やっぱりこう好きだからこそこう会いたいという気持ちが湧き起こっていたんだなということであなたに対してこう接近していたこう近づいていたこの理由というものを、ねまあ、本当にこう自分自身がまあ求めている存在というものがあなただったんだということにこう気づかれたということを表すカードとなっているので、まあ、そういったところからもまお相手の方としてはまあもっともっと心の距離をこう縮めたいといいますか中としてもこう深めていきたいというふうに今はこう 思っっていらっしゃるのではなないいいかなという,ふうに思います、はいまあ、あなたのことを求めている理由というものがお相手の中でですねはっきりとしたということですねそういったところからお相手の方としてももっともっとあなたに近づいていきたいか関係をですね発展させていきたいというような気持ちが湧き起こってきているのではないかなというふうに思います。 でそして最後こちらのカードを見ていくんですがこちらのカードについてはですね「まあ、実りの教授」ということで、えー、何かこう今までにこう頑張ってきたことがこう実りとなって帰ってくる、まあ、成果となって帰ってくるであるとか、まあ、あとはですね、まあ、努力が報われるっていうことをまあ表すカードとなっておりまして要するにこう自分自身がこう理想の状態にえこう達することができるということから、まあ、幸せを感じているであるとか、まあ、満ち足りた心っていうことを表すカードとす。 なっておりますこのことからお相手の方としては今もですねあなたと一緒に過ごしている時間についてはすごく幸せを感じていらっしゃるかと思うんですがさらなるですねこの幸せというものをあなたと分かち合っていきたい味わっていきたいっていうふうに思っていらっしゃってこれからもどんどんですね関係を発展させていってお相手の方が描く理想の関係になっていきたいとそういうふうにですね未来のことについてもま 考えていいいいらっしゃるのではないかなかという,ふうに思いますその未来を考えた時にその中にもですね、えー、お相手の描くこの未来の中にあなたという存在がいるということですね、まあ、そういったところからあなたともっともっとこう幸せな、まあ、円満な関係をこう築いていきたいというふうに、まあ、思っていらっしゃるのではないかなというふうに思います。 まあそういった形でですね、まあ今回 A をお選びいただいた方に関しては、まあ心の距離のことについてはですね、まあすでにお相手の方としてもまあ縮まっているというか、まあさらにですね、まあもう、 距離としててはこう縮めていきたいといとうふうに思っっていらっしゃるというところですね、まあ、そこからさらにその好きという気持ちですねあなたに対して寄せていた好意という気持ちをもっともっと大きくさせていってそして二人の中についてもですね今後ももっとこう進展させていきたいというふうに思っていらっしゃるカードも出ているということからさらにですね、まあ、今後お相手の方の方から二人の心の距離というものを縮めるためのですね 何かこうアクションであったりアプローチというものがあるのではないかと思いますのでそれをきっかけにお二人の仲というのを良い方向に進んでいくのではないかなというふうに思います。はい、ということで A をお選びいただいた方ありがとうございました少しでも参考になれば幸いですはいそれでは次に B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思いますよろしくお願いいたします。 今回のテーマは、あの人が感じているあなたとの心の距離ということで、えー、あなたが今気になっているお相手の方は、まあ、あなたとの距離がですね、まあ、どれくらいこう縮まっているというふうにこう感じていらっしゃるのかというところを見ていきたいと思います。えー、今回ですね、こちらの3枚のカードが、まあ、お相手の方がまあ感じていらっしゃるあなたとのまあ心の距離についてをですね、えー、表してくれているカードとなっております。 でまずはじめにですね、まあ、今回出たカードを見させていただいたところといたしましては、まあ、今お相手の方としてはですね、まあ、あなたとの心の距離については、これからどんどんですね、こう縮めていきたいというふうに思っていらっしゃるのではないかなというふうに思います。まあ、どういったところなのか、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。 でまずはじめにですね、こちらのカードから見ていくんですが、こちらのカードがですね、表しているものとしては、育むということで、何かをこう育てていくであるとか、まあ、何かこう努力を積み重ねていくとかですね、まあ、そういったことを表すカードになっているんですが、まあ育むということで、まあ、これからですね、あなたとのまあ関係については、こう育んでいきたいということですね、えー、深い関係にこうなっていきたいっていうふうに思っていらっしゃるというところから、まあ これからですねあなたとのまあ心の距離についてはこうどん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 こう縮めていってもっともっとこう親密な関係になっていきたいと、まあ、そういうふうにですね思っていらっしゃるのではないかなというふうに思います、まあ、そういったところから、まあ、最初にもお伝えさせていただいた通おり、まあ、心の距離に関してはこれからですね、えー、お相手の方はあなたとのまあ心の距離というものをこう縮めていきたいというふうに思っていらっしゃるのではないかということをお伝えさせていただきました じゃあ、これまではどうだったのかっていうことについてなんですけれども、まあ、これまではですね、まあ、お相手の方としては、まあ、ちょっとこう、あなたに対して、こう、近づけなかった部分もあったのではないかなっていうところが見て取れまして、まあ、どういうことなのかって言いますと、まあ、お相手の方の中で、まあ、ようやく、まあ、あなたに対して、こう、まあ、こう、近づいていきたいなと、こう、仲を深めていきたいなと思えるような状態になったということで、まあ、これから育んでいきたいということをお伝えしたんですが、 今まではじゃあどうだったのかというとこの真ん中のカードを見ていくんですがこちらのカードがですね表しているものとしては本心を隠すということを表しているカードとなっておりまして、まあ、本音を隠すということですね、まあ、あなたに対して、まあ、本当に思っている気持ちとか素の部分に関してはちょっとこう、まあ、隠していらっしゃったといいますか、まあ、あえて、えー、こう見せないようにされていたのではないかということを、まあ、伝えてくれているカードになるんですが こちらのカードがです、ねまあ、本音を隠していたということをまあ表しているということはどこかまだあなたに対して、まあ、疑いの目というわけではないんですがあなたの気持ちというものがちょっとこお相手の方からしてみると、まあ、見えていないな部分があったと思うんですよね、まあ、どういうことなのかというとお相手の方としてはあなたです、ねまあもっともっとこう親密になっていきたい、まあ、好きという気持ちを抱いていたという状態の中であなたはお相手の方のことをど どううう思っっていいるんだろうっていうこととこがちょかからなかったまあそういったところからまあお相手の方としてもあなたにこう近づく、まあ、勇気が持てなかったり、まあ、こう自分だけがこの、えー、本当の,この気持ちをこう打ち明けた時にそれをこう例えばこう断られたり拒絶されてしまうとすごくこう落ち込んでしまったりショックを受けてしまうというところからあなたのお、まあ、気持ちをこう探っていたといいますかこう確かめるようなことをされていたのではないかと。で その結果ですねあなた自身もお相手の方のことを思ってくれているんだっていうことを何かお相手の方はですねいろんなサインとかあなたの振る舞いとか態度とかを見ながら感じ取られたようで,でそこで確信に変わってようやくあなたに対しても動いていこうとそういうふうに思われたということからこれからですね心の距離というものを縮めていこうというふうに思われたのではないかということがですね今回出たカードから 読み取れるところとなっております。 そういった形で、えー、現時点もですね、あなたに対して何かこう本音というものを、えー、まあ何かこう隠しているっていうわけではなくて、まあ、これまでのことですね、これまでに関して、まあちょっとこうあなたの気持ちというものが、お相手の方からすると、まあどう思ってくれているんだろうっていうことがすごくこう気になっていて、そこばかりがこう気になってしまって、えー、具体的なその関係性ですね、関係性について、こう何かこう深めていくための、まあ行動ということについては、ちょっとこう、 様子を見ていいたと言いますかあなたの気持ちがこうはっきりしてからあまあ行動を起こそうというふうに思っていらっしゃった部分があったのでなのでそこれまでに関してはちょっとこう適度な距離感というものをまあ保とうとされていたのではないかなというふうに思います。 でそして最後のこちらのカードを見ていくんですがこちらのカードはですね非常に良いメッセージを、まあ、持っているカードとなっておりまして、まあ、ハッピーエンドであるとか、まあ、最高潮とかですねあとはまあ次なるステージへ行くということを表すカードとなっておりまして、まあ、要するにいろんなまあ物事がですね、まあ、成就したり、まあ、幸せな出来事がまあこれから舞い込んでくるということをですね表すカードとなっておりまして、まあ、このカードが出ているということは、まあ、2人の中ですねあなたとお相手と の関係というものは、まあ、どんどんですね。こう発展していくということをまあ暗示してくれているのではないかなというふうに思います。で、さらにはお相手の方としてもまあ、そういったまあ幸せな関係になっていきたいというようなまあ、そういったこうお相手の方のまあ願いを表しているところもですね、えー、ありますので、まあ、お相手の方としてはまあ、これからですね、えー、あなたともっとこう。親密になっていきたい。まあ、いわゆる今回のテーマで言いますと。とまあ、心の距離というものをこう。 ぐっと,縮めていきたいというふうに思っていらっしゃるのではないかなというふうに思います。 なので、えーまあ、今回のテーマとしては、まあ、あ心の距離ということについてなんですが、まあ、これからですねどんどん,どん,どんこ深めていきたいということで、えー、そのためのですね、えー、何かこうアプローチとかもあなたに対してお相手の方はですね、まあ、今後してきてくれるのではないかなというふうに思いますので二、まあ、人の関係性ですね、えー、今,今のこの中というよ中よりもです、ね、ますますこう深い関係になっていって、えーまあ、理想の状態ですねあなたがこう今描いているよう なあお相手の方との、ま、理想の関係性にもこう近づいていけるのではないかなというふうに思いますので、えー、お相手の方あとのです、ねま、これからの接し方、ま、関係については、ま、大切にです、ね、していただけるといいのではないかなというふうに思います、はいえー、ということで B をお選びいただいた方ありがとうございました少しでも参考になれば幸いですはいそれでは最後に C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思いますよろしくお願いいたします 今回のテーマは、あの人が感じているあなたとの心の距離ということで、えー、あなたが今気になっているお相手の方がまあ感じているまあ心の距離というものはまあどれくらいなのかというところをですね、えー、今回見ていきたいなというふうに思います。で、こちらがですね、まあ、今回出た結果になっているんですが、この3枚のカードがですね、えー、今お相手の方が感じているあなたとの心の距離というものをまあ表してくれているカードとなっております。 でまずはじめにこちらの、まあ、出たカードをですね、まあ、見させていただいたところといたしましては、今お相手の方としては、まあ、あなたとの心の距離というものを、まあ、これから急速に縮めていきたいというふうに思っていらっしゃるのではないかという結果となっております。まあ、これからですね、まあ、一気にこう関係性としてもこう発展させていきたいというようなことを、まあ、考えていらっしゃるということですね。まあ、どういったところなのか、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいなというふうに思います。でまずはじめにこちらのカードを 見ていくんですがこちらのカードソードドソのナイトのカードになるんですがこちらのカードがですね、まあ、表すこととしてはスピード感とかですねあとはまあ即戦力ということも表したりするんですが、まあ、要するにですね、まあ、スピード感を持ってこう物事が進んでいくということから急成長であったりあとは急発展ですね、えー、そういったものを、えー、急展開ですね急展開ということを表すカードになっているんですが、まあ、このカードが表している通りですね、えー、お相手の方と としてては、まあ、あなたたとの心の心距離をこれから一気にこう縮めいいきたい、まあ、関係性としてもですねどん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 こう発展させていきたいというふうに思っていらっしゃるのではないかなというふうに思いますなので今現時点でまだお相手の方とお付き合いに至っていなかったとしてもこれからですね例えばその交際関係に至れるような、まあ、そういったこうアプローチであるとか、まあ、アクションというものをお相手の方からこう起こしてくれて2人の関係が一気にこう発展していくっていう いうことが、まあ、これから起こるのではないいかととうことを暗示しててくれておりますで既にまあお付き合いをされている方であれば、まあ、そのさらなる上の関係ですね、まあ、質の高い関係になっていけるのではないかというふうに思いますので、まあ、そのためのお,、まあ、お相手の方ですね、まあ、行動というものがこれからどんどんこう起こってくるのではないかということを表してくれているカードとなっております。 でなぜお相手の方がです、ねまあ、これから一気に、まあ、あなたとのまあ心の距離というものをこう縮めていきたいと、まあ、そういう,うにです、ね、こうに考えるようになったのかっていうと今まではです、ね、どこ,こうあ,あなたとのまあ恋ですね、えー、についてはこう考えている部分があったんだけれどもどこかそれをこう邪魔するような要因であるとか要素があって、えー、なかなかあなたとのです、ねまあ、恋にこう集中できなかったっていう部分があったかと思うんですがそれがこう解き放たれた と言いますか取り除かれたことによって、えー、あなたとのまあ恋にこう集中できるようになったそれによってですね、まあ、お相手の方は今のこのチャンスを生かすために、まあ、あなたとのです、ねまあ、心の距離というものをこう一気に縮めていきたい、まあ、関係をどん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 こう親密にさせていきたいっていうふうにまあ思っていらっしゃるのかなっていうところが見て取れまして、えー、残りのまあ2つのカードですね合わせて見ていくんですがまず初めにこの真ん中のカードを見ていきたいと思います。こちらについてはです、ねまあ、目標を 設定するということで、まあ、これから自分自身が進んでいくべき方向を定めるっていうことを表すカードとなっているんですが、まあ、先ほどもちょっとお伝えさせていただいた通り今まではどこかあなたとの恋をこう考えるにあたって、えー、他のことにこう気を取られていたりちょっとこう集中できないような状態にあったんですが、まあ、そこからですねようやくあなたとのこれからのことをですねこれからの恋についてどういうふうにこう進めていこうか っていう形で、えー、お相手の中でもですね、こう方向性がこう定まったっていうことを表すカードとなっております。はい、まあ、そのことからまあ、ようやくですね、まあ、具体的に、えー、あなたとの関係をこう発展させるためのまあ,あ道筋と言いますか、まあ、ビジョンというものがこう見えるようになったのではないかなというふうに思います。 でその隣のこちらのカードですね、こちらのカードも見ていくんですが、こちらのカード、力のカードになっているんですが、このカードがですね、えー、表すものとしては、まあ、感情のコントロールということですね、まあ、気持ちのコントロールということを表したり、まあ、あえて、こう、均衡を保つということですね、まあ、コントロールということから、均衡を保つということを表したりもするんですが、まあ、そういった形で、本心とかですね、まあ、あとは願望というものを、どこかこう、お相手の方がこう抑えていらっしゃったら。本当はこうなり というふうな気持ちがあるんですがその気持ちはちょっとこう抑えなければいけなかった、まあ、そういったまあ状況であったり、まあ、環境にこう身を置いていたということがあってどこかこうお相手の方がこう我慢をされていたということをですね、まあ、表すカードになっているんですね、まあ、すなわち、まあ、そのあなたに対しての思いというものがすごくこう持っていらっしゃったんですがただそれをこう100%あなたにこう向けられない状況ですね例えば、まあ、お仕事をされて いる方だったらお仕事がすごくこう忙しくなってしまって、まあ、あなたとのです、ね、こう会える時間というものをなかなかこう作ることができなかったりあとはです、ね、かこう何かあなた以外のこう人間関係のまあトラブルとかにこう巻き込まれてしまって、まあ、そっちでの,この対処というものがこう忙しくなって、えー、あなたにこう会えなかったりとか、まあ、そういった何かこう外部的な要因によってちょっとこう邪魔をされていたっていう部分があ,あってですね、まあ、あなたに対する 思いとかあな,たのおあなたとの,この恋愛をこうしていきたいという気持ちをどこがこう抑えなければいけなかったそういった状態にあったんですがようやくそれが、まあ、トラブルとかがこう解決されたりその状態からこう抜け出すことができたということで、まあ、方向性というものがこう定まって、まあ、一気にですね、まあ、関係をこう深めていきたいっていうふうに思,って、えーまあ、思,え,思えるようになったという状態にです、ね、なったのではないかなというふうに思います。 なので、今はすごく、お相手の方としても、あなたとのこう恋愛をしたいという、いわゆるまあ恋愛モードに入っていらっしゃるのかなというふうに思いますので、これからですね、二人の仲をもっともっと深めていくために、これからですね、積極的にまあお相手の方の方からまあ動いてきてくださるのではないかなというふうに思うので、それをきっかけにですね、お二人の中もまあこうスピード感を持ってですね、発展していくのではないかなというふうに思います。 なので、まあ、これからですね、まあ、心の距離に関しては、まだ縮まっていなかったとしても、これから、まあ、こう、急速にこう縮まっていくっていうところが出ていますので、それと同時にですね、二重の中というものも発展していけるのではないかというふうに思います。はい。えー、ということで、C をお選びいただいた方、ありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。 はい。ということで、今回はあの人が感じているあなたとの心の距離ということで、えー、あなたが今気になっているお相手の方は、まああなたと、まあ心の距離がどれくらいこう縮まっていると感じていらっしゃるのかというところを見させていただきました。リーディングの内容はいかがだったでしょうか動画の内容が少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。 今回の動画としては以上となるのですが、最後に一つだけお伝えしたいことがございまして、現在個人鑑定を行っております。 いつもご覧いただいている YouTube チャンネルというのは、まあ、一つのテーマに対して、まあ、大勢の方に向けてですねリーディングをしているのに対し個人鑑定ではですねあなたが今まさに気になっているお相手の方との今後の関係性であるとか、まあ、復縁の可能性ですねあとは、まあ、自分に対する本音などさまざ、あ、まなお悩みであったり気になることについても鑑定をさせていただいておりますのでもしご興味がありましたら個人鑑定もご利用いただければと といいう,うに思います個人観点につきましてはこの動画の下の概要欄に詳細を記しておりますのでそちらをご確認いただきますと幸いですそれでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました